皆様、新年明けましておめでとうございます。UFO チューバーの三浦徹です。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。さて、令和6年2024年のお正月、まずは神社に初詣、参拝して巫女の舞を鑑賞していただきました。ユーフォニアムの奉納演奏は小久保舞さん、指揮作曲は星名博先生、共演はアメリカのサルトシティブラスバンドの皆さんでした。続いて、昨年アリゾナで覚えたマルガリータをおとそ代わりに乾杯しましょう。このカクテルはメキシコ原産のテキーラとオレンジリキュールのクアントロをシェイクして作るやや強めのお酒です。こうやって縁を湿らせ、塩をつけてライムを添えていただきます。どうでしょう。それでは皆様のご健勝と、日本のユーフォニアム、テューバと吹奏楽のさらなる発展を祈って乾杯。昨年6月、アメリカのアリゾナ州立大学で行われた第50回インターナショナルテューバユーフォニアムカンファレンス ITEC 国際テューバユーフォニアム大会では、日本の若者が本当によく頑張りました。私はユーフォニアムという歴史の浅い楽器が世の中に少しは知られるようになって、作品、楽器、奏者の3つの要素で発展してきたことを本当に嬉しく思います。ではもう一口いただきましょう。マルガリータ、おすすめです。美味しいですよ。ちょうど同じ6月、日本吹奏楽指導者協会の篠田雄一さんから、日本のユーフォニアムの祖尾崎平次郎さんの資料が見つかったというビッグニュースが飛び込んできました。皆さんご存知のように、日本の吹奏楽は明治2年、1869年、横浜の妙高寺に集められた31名の薩摩のお侍のバンド、通称薩摩バンドが発祥とされます。その薩摩バンドのユーフォニアム奏者が尾崎平次郎さん、後の尾崎宏さんです。その尾崎宏さんのお写真と資料が見つかったのは、私たちユーフォニアム愛好者にとって大切なご先祖に出会うことが叶ったような大きな大きなニュースでした。少し読みづらいですが、当時の軍楽伝習生の名簿です。カタカナ表記された楽器名がなかなか面白いですよね。当時はまだヘボン式ローマ字が完成していない時代でしたので、フェントン先生やイギリスの軍楽隊員たちから聞いた音をそのまんま書き留めたんですね。トロンボーンをツロンボーン、コルネットをコロネット、フルートをフルト、ピッコロをピコロ、ユーフォニアムはユーフォーネンですか。また隊員の年齢を見ますと、18歳、16歳、中には14歳、12歳の子供までいます。島津久光公の命で派遣された薩摩の士族の子弟という話ですが、頭の中の音感が日本の御恩音階の若者たち、殿様の命令とはいえ、きっと必死になって練習したことでしょう。なお、尾崎宏さんのお写真につきまして、鹿児島県歴史美術センター黎明館様のご協力により公開が実現しました。厚く御礼申し上げます。尾崎宏さんの履歴については概要欄をご参照ください。昨年はコロナ禍の海外旅行の制限も緩和され、以前のような国際交流が戻ってきました。そんな中、中央アジアの国カザフスタン共和国の国際音楽祭のお話です。昨年の7月、自衛隊記念日レセプションがカザフスタン共和国の日本大使館で開催、海上自衛隊東京音楽隊が出演しました。そして9月、カザフスタンの首都アスタナで開催されたアレムサズ国際音楽祭に、東京厚生ウィンドオーケストラのオーボエ奏者
宮村和弘さんが招聘されました。その宮村君から中カザフスタン共和国の山田日本国特命全権大使が私と旧知の仲との情報を SNS でいただきました。はて、そんな偉い大使閣下に知り合いがいたかなと不思議に思い、写真を送っていただいたら、なんと50年近く前うちでユーフォニアムのレッスンをして差し上げていたあの山田君だったのです。今は立派なおひげの中カザフスタン共和国日本国特命全権大使。当時は真面目な東大生。カザフスタンの前はアルメニアの大使を務められ、ご趣味はホルンを吹かれるとか。あれ、ユーフォニアムはどうされたのか不明ですが、国際音楽祭をサポートされたり、大使館内での音楽交流も積極的に開かれているとのこと。音楽の持つ不思議なご縁に大変感激いたしました。カザフスタンの山田君、いや失礼、山田純大使閣下のお話でした。今年の夏は世界中のユーフォニアム奏者が八木沢聡先生のユーフォニアム協奏曲の虜になるでしょう。2024年8月のレナード・ファルコーニ国際コンクールの本選課題曲に八木沢先生の作品が選ばれました。というわけで、先生から皆さんにメッセージをいただきました。皆さんこんにちは、作曲家の八木沢です。この度はお世話になっております三浦徹先生からお声かけていただきましたので、私のユーフォニム協奏曲について少しばかりお話しさせていただきます。すでにご存知の方も多いかもしれませんが、来年2024年にアメリカで開催されるファルコーニ国際ユーフォニウム、ジューバコンクールのファイナルラウンドの課題曲として私のユーフォニウム協奏曲が選ばれました。この作品はですね、もともと2015年に、ユーフォニウム奏者の荒木珠緒先生のご依頼で作曲しました。世界初演は荒木先生の独奏と、北海道の帯広白洋高等学校吹奏楽部太田極美先生の指揮によって世界初演されています。原曲はですね、吹奏楽伴奏ですが、金管バンドの伴奏やピアノ伴奏もあって、すでに春レオナードヨーロッパデハスケから出版されています。全3楽章からなる個性豊かな作品ですので、ファルコーニ国際コンクールに挑戦するしないは別として、ぜひ多くのユーフォニウム奏者の皆さんに挑戦していただけましたら幸いです。素敵な演奏をどこかで聴かせていただけるのを楽しみにしています。それでは失礼します。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。今年は辰年、ドラゴンの年ですね。皆様の運気がますます上昇して、竜のように天にも昇る勢いを示されますようご祈念申し上げます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。次号は私の恩師ドナルド・ハンズバーガー先生のお話です。ご視聴ください。ありがとうございました。